皆様、聖徳太子ゆかりの寺院、ここ立花寺にて奉納祭事文化の日は、文化の根底には和の精神第2部を始めさせていただきます。はじめに高内領主ご住職より法要を賜ります。Thank you.
韓国和平に基づき養老育児施策等の制度を定めて本源をもって弔う建て祭るところはこの祝いや聴覚習職人を養育し建築工業工芸の発展に生かす小稲川桑大志君の良好を垂れ本日我国プロ我国和のプロジェクトを5周年によりうやうやしくますます発展を告げ見守りたまんこと大地崩壊領土にあるこれとき令和3年11月3日仏塔山上空公院立花寺天台社門領主やって申す常人人未明法百千万を南祖宗が根源門の空気歓迎の来真実義両方連華経如来寿領
高内ご住職、誠にありがとうございました。ご来賓の皆様もありがとうございました。それでは改めまして来賓のご挨拶に移ります。日本アハマディア・ムスリム教会の主任宣教師レイス・アニース様よりご挨拶を賜りたいと存じます。本年9月21日にはプロジェクト大使が主催しました靖国神社での平和祭事では各国大使にご参列いただきましたが、レイス様には代表の宮本とともに事前に各大使館へ表敬訪問にご同行いただき、当日は素晴らしい平和のメッセージを賜りました。それではレイス様、どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。日本
アハマディア・ムスリム教会のアニスです。本日はこのような平和について意義深い会にお招きに預かりありがとうございます。聖徳太子にゆかりのある立花寺に来られて大変嬉しく思っております。日本の歴史を勉強して聖徳太子という人物を知ったとき、私は彼にとても興味を惹かれました。というのも、実はイスラムを始めた聖なる預言者ムハンマドと聖徳太子は同じ時代の人物だったからです。預言者ムハンマドは我々ムスリムにとって模範でありますが、聖徳太子のような聖人も私にとって尊敬に値する人物です。聖なる預言者ムハンマドは571年に生まれて632年に亡くなっているのですが、聖徳太子は574年に生まれ622年に亡くなっています。アラブと日本という物理距離はありますが、物理的距離はありますが、二人には全く同じ時代を生きて、それぞれの地域の人々を導いたという大きな共通点があります。当時は両国とも国の形ははっきりせず、国民の意識もバラバラでした。それを二人はそれぞれイスラームと仏教という宗教によって一つにまとめ、平和を目標して活動されました。聖徳太子という人物を知れば知るほど、私は彼の考え方や理念に共感し、より深く理解したいと思うようになりました。ここで改めて、聖徳太子が定めた十七条の憲法について調べる中で、私が思ったと感じたことを申し上げたいと思います。イスラムの基本的な教えによりますと、人類の歴史において神様は様々な地域と人々にそれぞれ預言者や聖人を送り出しています。人々が平和に暮らせるよう導くため、人々に人間として正しく生きるための道徳を教えるため、それぞれの地域や人々にあった預言者や聖人を使わしていました。聖徳太子も十七条憲法を確立し、日本国民の道徳教育に努めた聖人の一人であると私は信じています。なぜなら、聖徳太子が制定した十七条の憲法を第一条から第17条まで深く読むと、それがイスラムの聖典である聖コーランの教えの要約であるかのように思えるからです。例えば、十七条の憲法第三条には、天皇の命を受けたらそれに従うようにしなさいと、目上の者の言うことに従って世の中の秩序を保つことの大切さが書かれています。一方、聖コーラン第4章60節には、唯一の神に従え、そして預言者に従え、またお前たちの当事者にも従え、それが最善にして最良の結果になるとあります。また、十七条の憲法第6条には、悪い行いを正し、良い行いをしなさい、
それが古くからの良きしきたりであるとありますが、聖公覧第三章には、お前たちは善事を進め、悪事を禁じ、そして神様を信じなさい。それが良い結果をもたらすとあります。さらに、十七条の憲法第十条には、心に怒りをいただいたり、心に怒りをいただいたり、それを顔に表したりすることをやめ、人が自分と違ったとしても、違ったことしても、それを怒らないようにせよとありますが、聖公覧第三章に、怒りを抑え、人々に寛容になりなさい。そうすれば神様に愛されますとあります。今回は一部だけを紹介しましたが、実は第1条から17条までの全てが聖公覧の内容とぴったりと符合しています。聖徳太子の17条の憲法は、日本人にとってのバイブルと言っても過言ではないと私は考えています。十七条憲法第一条に、和をもって尊い人なしとありますが、聖公覧第四十九章には、争った時は両者の間で公平に和解させよう、そして正義を守れ、神様は調和を実践する者を愛すると、あるようにお互いを尊敬し、コミュニケーションを良くすることで、世界平和への道は必ず開けるものと信じております。私も皆様と一緒に、聖徳太子の十七条の憲法をより深く理解し、実践していくことで、自分を磨き、世界平和に貢献していけるよう努めていきたいと思っております。そして私も、ワークプロジェクト大使が掲げる十七条の憲法を世界遺産に登録するという目標には大きく賛同していますので、これからも私にできることで協力していこうと考えております。本日、本当にありがとうございました。誠にありがとうございました。それでは本プロジェクトの代表であります宮本達彦よりご挨拶させていただきます。改めまして、和プロジェクト大使の宮本でございます。先ほどのレイソ様の来賓挨拶聞き入ってしまいまして、何を話そうかと飛んでしまったんですけれども、まずもってこちら立花寺で、このような催しを開催できますこと、心より感謝申し上げます。思い返せば、私がこちらの立花寺とご縁をいただきましたのは2017年の後半、もしくは18年の前半だったと思うんですね。その前、2017年の9月21日、全国47の護国神社で奉納祈号を開催いたしました。日本というのは神仏の国です。ですから9月21日は全国の神社で奉納祈号を開催したのならば、やはり今度はお寺でも開催しよう、いつ開催しよう、十七条憲法世界記憶遺産に登録することを掲げてこの活動をしておりますので、調べてみましたら4月3日、この日が十七条憲法制定の日だと。ではお寺の数はどうしよう。9月21日の
全国護国神社の場合には基本的に各県に1社ないし2社程度なんですけれども、お寺の場合には数限りなくと言っていいほどに日本にはお寺がございます。どうしよう、そう思った時にやはり17条憲法ということですから、まず17のお寺で開催できたらいいなと、そう思ったわけですね。ところが名もなき全く素人の私ですから、なかなかどこのお寺に交渉しても相手にしてもらえないんですね。できることなら十七条憲法、そして聖徳太子というキーワードがございますから、聖徳太子にゆかりの深いお寺で最初は特にできたらいいなと、そう思った次第ですね。ところがなかなか、思うようにはいきませんでした。そんななくても、一つまた一つとお寺が決まってまいりました。建立七大寺と言われている、特に聖徳太子にゆかりの深いお寺があるわけですけども、そのぐらいのお寺で一か寺ぐらいはできたらいいな。そしたらですね、もう最後の最後、本当に最後、こちらのご住職がそういうことだったら、そういうことだったらうちが参加しないわけにはいかないでしょうと、そう言っていただいたんですね。もう私にとりましては忘れもしません。そして、本来ならばこのようなことはお寺が積極的になさなければならないのだけれども、寺の人間はどうしても寺のことがありますから、なかなかさらにそういう活動というのはできないんですと、いわばお寺になり代わってこのプロジェクトが和の精神を広めようとされているわけですから、それは協力しないわけにはいかないでしょう、そのようなことを言ってくださいました。もう本当に私は嬉しかったです。もうこれは多分生涯忘れないでしょう。ですから当日の開催日も締めのご挨拶をご住職にお願いしたんですけれども、ご住職が事前に用意していた挨拶が終わった後、頼み込んで、すいません、これいただけませんか。もちろん今も大事にしております。そして私はこう思いました。あの2018年の始まりの時、全くゼロから各お寺で開催するようになっていったわけですけれども、いつか本当に十七条憲法が世界記憶遺産に登録される日が来たならば、それはもう世界中の人に知られるようになるわけですから、世界中の方々、世界中の宗教者の方々がこちら立花寺にお参りに来るようになればいいなって思ったと同時に、私なりに誓いを立てました。世界の宗教者たちがこちらに集う、そういう日が来ればいいなと私は思いました。今日この日、ご来賓としてこれまでにご縁のあった僧侶の皆様、神職の皆様、縁のよりお越しいただきました。そしてほんの短い時間ではございましたが、合間の客までの交流がございました。いつかそのようにして世界中の宗教者たちがここに集う日が来ればと願っております。聖徳太子が生きた時代、日本は3割弱が渡来人だったそうです。すなわち外国人です。ですから和を持って立っとしてなすっていうのも
オール日本人の中での和ではなかったんですね。さまざまな文化、宗教、そして民族、そういった方々が集う中での和を持って立っとしています。ですから、本日、先ほど、レイス様、アハマディア・ムスリム教会のレイス様にも、来賓挨拶をお願いいたしましたのは、そういうわけです。最後に、第1回目の時、17のお寺で開催できたらいいな、聖徳太子にゆかりの深いお寺、1か所ぐらいは参加していただけたらいいな、実はこちらの立花寺、開催が決まったのが、17番目のお寺として3月17日に決まったんですね。そしてその17日後が本番の4月3日でした。第1部でも17の数字の不思議なお話をさせていただきましたけれども、こちらの立花寺の開催にあたってもそのようなことがございました。この後に見込みもございます。それも先ほど申しましたように、聖徳太子というのは宗教を超えて民族を超えて和を持って立っとしとなす、そういうメッセージを1400年後の私たちに送られているなだと信じております。そのような気持ちで皆様もこの後のご報道に立ち会っていただけたらと思います。ありがとうございました。宮本代表、ありがとうございました。
紀州様による豊坂の舞奉納でした。紀州様、ありがとうございました。準備ができたようでございます。それではこれより奉納揮毫を執り行います。本日奉納揮毫をいたします山中瑞陽先生をご紹介させていただきます。山中先生は奈良県生駒市ご出身で、奈良教育大学大学院書道科を修了されました。第71回毎日書道展の毎日賞を受賞される実力をお持ちで、和プロジェクト大使主催の祭事としては奈良県護国神社各安寺にて奉納揮毫をされました。そして来年の建国記念の日には橿原神宮でも奉納揮毫を予定しております。石上揮毫は今日書道場訪問と呼ばれていますが、禅と同じで日本独特の精神文化の一つといえます。書家が大きな紙に心に決めた文言や願いの言葉を揮毫を見ている人たちと一緒に祈りながら書き上げます。日本から和の精神が世界へ広まりますよう、皆様心を一つにして共にお祈りください。それではただいまより山中先生の奉納揮毫を開始いたします。
最後に高内ご住職よりお言葉を賜りたいと思います。高内ご住職どうぞよろしくお願いいたします。皆様また本日ご参加
様に感謝申し上げる。ご挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。この度、令和3年11月3日、飛鳥仏道山立花屋住職、伝代左門、領主、高内ご住職、誠にありがとうございました。皆様、以上をもちまして法の祭事、文化の日、和文化の根底には和の精神を終了させていただきます。ご住職、お寺の皆様、お手伝いいただきました皆様には心より感謝申し上げます。またご参加いただきました皆様、本日はご参集いただきまして誠にありがとうございました。